はい、どうもハリウッドでございます。本日もほっとけないをやっていきたいと思います。まあなんかちょっと僕の中でいろんなこんなことやってみたいなっていうテーマがあるんですよ。でそれをなんかやってほしい人がいて、まあ、そのなんか勝手に僕やってほしいなみたいなのがあるんで、まあ、それを誰かにやってほしいなっていうのがあるんですけど、一応対象としては、YouTuber 専門学校 が今年から開校してるはずなんですよ。オンラインになってるかどうかわかんないんですけど、なんかそんな中で確か月年間で120万のはずなんですよ。その学費が入学金とかも入れて、で大体2年間なんで240万円かかるっていうのがあって、でそれで月10万円稼ぐことができる YouTube のサイト を作るんですよ。最初の開校して2ヶ月目か3ヶ月目で、でそしてね、でずっとですよ。2年間ぐらい、だから月10万何年、24ヶ月で240万円を、YouTube で稼げる仕組みを最初の2ヶ月で作るんですよ。そしたら実質無料で YouTuber 専門学校を卒業することができるっていう企画を考えたんで、ちょっとそれをしてほしいなって人がいるんですけど、してほしいなと思ってるんですけど、なんかもうずっとライブで流すんですよ。何でもいいんで、まあ、結構多いのが睡眠のなんか焚き火の映像をずっと流して、なんか睡眠抑制をするとか、BGM 読書中の BGM を流すだったりとか、なんか何でもいいんで、もう一日中ですよ。まあ、途中で10時間、まあ、だからとにかく最初は再生回数を区切ったりするんで、まあ、大体10時間以下区切った方がいいと思うんですけど、その YouTuber 専門学校って言ったんですよね。専門学校で多分各1台パソコン支給されると思うんで、1台パソコンを使わせてもらって、もうずっとそのなんか何でもいいんですけど、その株とかでもいいですよ。 FX の何ですっけ、 MT3 ですか、 MT4 とかの相場の流れをもう24時間ずっと流してるだけとか、その音楽をずっと流してるだけだったりとか、それ著作権オンのやつですよ、ちゃんと。とか何かをずっと流してる、例えば僕的に結構いいなと思ってるのが、その綺麗な映像みたいな、そのスクランブル交差点みたいな、 YouTuber 専門学校から見るなんかこう綺麗な映像みたいなのを、外の景色をバーって流してて、もうそれをずっと流すんですよ、延々で。そしたら登録者1000人って、と、まあライブ配信、まあ登録者1000人と総再生時間4000時間っていうのがあるんですけど、1ヶ月か2ヶ月で行くんじゃねえと思ってるんですよね。行ったら10時間区切りにして、そうですね、もともと24時間とかずっとやりっぱなしやったんですけど、10時間区切りで1回再生止めてまたスタートっていうのを、もうずっとそれをもう先生とかバイト雇うか分からんけど、もうしてもらうんですよ。それを、まあ、自分でやってもいいんですけど、まあ、学校のパソコンでですよ、やって、でそれで、多分2ヶ月か3ヶ月目で、今いろんなの作ってもいいと思うんですよ。正直サイトを3つ4つ5つ6つ使って、で全部いろんなのをドーダーって流すみたいな、同じジャンルので、それでどれか1個バズったりとかいろんなのをして、でそれでそっちでお金が稼げるようになったら、それから YouTuber 専門学校ですかのプログラミングだったりとか、サムネイル作りだったりとか、動画編集技術だったりとか、そういうのにもやっていけば、実質お金が、そのずっと流してる映像のおかげでお金がずっと入り続けて、ね、しかもそのお金が入ってる余裕があって、でお金を稼げてるっていうサイトを作ってて、で他の説は圧倒的に一歩有利リードでできてるはずなんで、その状態で自分がやりたいことをやるっていうのを、誰、本当に YouTuber 専門学校の人に入学して、困ってる人がですね、いたら、ぜひね、これをちょっとやってもらいたいな、みたいな。で、やってみて、うまくいきましたとかっていう人がいたら、嬉しいな。まあ、学校の先生がね、なんていうか次第なんですよ、これって。これを。まあ、本当だったらお前がやれよって話なんで、ですけど、まあ、誰か やってくれる人がいたら、はい。なんかちょっと協力して、なんかコンサルじゃないですけど、ちょっとね、したいなと思ってるんで、まあ、自分もちょっとやってみようかなとはちょっと思うんですけどね。はい、ということで、今回 YouTuber 専門学校さん向けの、授業料を実質無料にして、2年間過ごしてみよう企画っていうのをね、といろいろ考え、なんかそういうのとか思いついたらね、なんかいろいろ話をして、まあ、僕がやるかやらないこともあったりはするんですけど、まあ、そういうのを、その何ですかね、 YouTuber 専門学校の教師とか先生とかがどういう風に思うんだろうっていうのがすごく気になってるんですよ。この話を YouTuber 専門学校の先生にして、でそれで YouTuber で何百万とか何千万稼いでる人からしたら、あ、めちゃめちゃいい企画じゃん、やろうっていう風になる気がするんですよ。でそうすると全員が全員実質
あの入学無料みたいな。でもそうすると正直その情報が外に出ちゃうと学校に入る意味がなくなるんで、でも実際に それを無料にして例えば十何万とかを毎月入るようにしてやとしてうまくいってですよ。でも一番これで大事なのはその無料で YouTuber 専門学校に行けるっていうことに意味があると思うんですよ。無料で学べるって。でその時にいろんなことは先生にどんどん聞いたりとか、なんかそういうすればいいのかなっていうふうに思ってるんで、ぜひですね、YouTuber 専門学校の人たちにとか YouTuber を目指してる学校みたいなとかスクールとかオンラインサロンみたいな人がのところがあったら、まあ多分もしかしたら僕が思いつくようなことなんで、もうすでにね情報として出てるかもしれないんですけど、もしよかったら、やっていただく方がいたら、もしやってみた時の感想も教えてもらえたら嬉しいです。それでは失礼します。バイバイ。